さっき言った、ね、そういうあこういう状態になってた時にこういうあお店を釣ってたという脚立釣りの文化も考えるこれ東京湾上でかつてやられたわけですで、ね、脚立釣りで再現してみないとわからないと思ってやってみたわけですよこうやってやってみた分かったこと泥干潟だと脚立が倒れていられない少なくとも昔砂干潟だったんだろうねっていうことはよくわかるこれでね、でそういうような文化もなくなりこういうねみこしを海に入れる文化もなくなりで人間の文化みこしを入れるってわっしょいでしょ、ね、お祭りってみんながつながり合うことを目的にやるんですよねただ神様をこう祀ってるっていう話じゃないですよねわっしょいっての語源って和をしようなんですよ和しよう昭和の和和しようなんですこうやってみんなでこうつながり合って、ね、なんか困った時は助け合って生きていこうねっていうことの確認のために年に1回そうやってみんなで協力してお祭りやるわけですよ。ね。で、こういうのもなくなっていく。で、人間の関係が希薄になっていく。人間同士の関係。余計社会がおかしくなっていくということになっていく。これ、ね、年配の方はもう誰ならすぐお分かりになると思いますが、北の富士さんですね。北の富士さんは前場所後、こうやって船を出してハゼ釣りをやってハゼの船の上で天ぷらを揚げて食べるのがお好きだったそうです毎場所分ですでこのいう文化もなくなっていってしまったでまあよく干潟は、まあ、環境関係のことをやる人は干潟がこうなくなっていってしまって環境が悪くなったんだよねっていうような話をされますでももっと問題はこういうところを境に人間が海に近づかなくなることなんですよね。で、人間近づくな、近づかなくなると、そこに何が起こっているのかわからなくなる。自分の生活してきた結果がそういうところに現れるというのが理解できなくなっていく。そうすると、どうでもよくなっていくわけですよね。振り返れない。で、そういうのを何とかしないと、ただ見てこう真面目に考えるってことも大切でしょうけどそこをやっぱり楽しめる潮干狩りをやるためにいろんな海で近づいて遊べるっていうそういうねそういう楽しみをやるからこそその大切にしようってなってるんだと思うんですそれが規約になっていくだからこうやってこれもともと山下公園っていうのは関東大震災の瓦礫で埋め立てられてできた公園なんですがもともとはこうでした埋め立てられる前向こうに見えてるの大桟橋でこういう状況です横浜ですこうやってみんな磯物を取ってこうね生きてたわけですよねでこれ大事なのはこうやって陸と海との関係っていうのもこうね大事なんですけど間違いなくこの人たち同士つながってたはずですよ間違いなくその関係が規約になっていくでそれがやっぱ問題だよねこれ浦安だったんじゃないかな確かどったり浦安仕置き村人総出で海を耕してたそうです昭和30年代と私が31年生まれですからまあ私の記憶にはないんですが残念ながらこうやって村人総出で海を耕したこれねよくよく考えてみるとおそらく多分ホトトギス貝がはびこるのでそれを引き離したんじゃないのかなと思うんですまあ今でいうカキ礁だとか、まあ、そういうホトトギス貝ってこう糸を張って海底にはびこってしまうのでその下が死んじゃうんですよねなのでそういうことがないようにアサリが取れるようにかなか何が目的かはよく分かりませんけど少なくともこういう状況があった村人総出でやってたそうですよこういうのがあった横浜でもね、横浜っていうのは土地が平坦な土地がないところでこれ小学校の校庭が干潟だった時代がありました
こういった学校が小学校が2つありました、横浜には。ね、この時っていうのは子供たちが海に出て遊ぶわけですから、それを温かく見守る大人がいたってことなんだと思うんです。少なくともこういったところで海とのつながりだとか人とのつながりだとかいうのを学んでいたんだと思うんですね。大変だったと思うんですよ、運動会。だってどう考えたって春の大潮でしか運動会できないですよ。でもね、今残ってた、今これ高台に移転しちゃったんですけど、これ今残ってた日本で一番有名な学校になったんじゃないかな。今となってはすごい残念なことですけど、こうやってね、宗教的に自然観ってこう書きましたよ。一番左側がキリスト教文明ですよね。で、戦後日本っていうのは一番左側に寄っちゃいましたよね。でもともとは日本ってこっちですよね。これもう一回ちょっと思い起こしましょうよと、概念的にっていうのが大切なんだろうなと思うんです。概念的に言えば、これ例えばアメリカのフロリダの海の中に立っている看板です。ジャンオと言われたアマモが向こう行ったらプロペラを上げてボルトをして進みなさいっていう看板が立ってます。ただアメリカらしいのはこの看板、いろんなところにダンコロンで穴が開いてるんですよね。まあでも、まあ、少なくともこういうようなことがある。じゃあ昼がって東京湾どうかって言ったら、かつてはこうだったんだから着色したのが魔法です。これ明治時代の漁場なので、本来は漁場として活用されたところにそういう名前が記載されてるんだと思うんですけど、もともとは沿岸ぐるっと一緒アマモが入ってたと思います。なので、こういうアマモを増やしましょうという、これだったらそういう努力してもいいんじゃないのということでスタートします。アマモってね、光合成で酸素を見るのが、さっき酸素がなくなっちゃうのは悪いことなんだよねって話しましたけど、酸素を光合成で取り組して、それから、まあ、イカモバって言ったりとかするんですが、イカの産卵、アオリイカからコウイカなんか産卵する、アジは餌を取るのに群れる、小魚は藻場の中で隠れる、だから海のゆりかごというふうにして言われたりとかするんです。で、最近では実はね、次回温暖化の話はそうですけど、 CO2 の固定にすごく効果があるということが分かってきて、陸上の、森林で、CO2 固定することをグリーンカーボンというような言い方をしますが、海辺で藻場で CO2 固定するのをブルーカーボンというような言い方をします。で、これをに効果があるということが分かってきて、だいぶ国国際レベルでもこのアマモを減らそうということが提唱されるようになってきました。で、特に企業の方々にとってみたら、今ブルーカーボンからカーボンオフセットということで、排出権取引の対象というふうにしてオーバーを増やす活動というのがもうやらシステム化されそうだという段階に入ってきています。なので、少し注目してやっていただければと思うんですが、まあこんなようなものです。仕掛けがあって、ひげ目を出して、こうやって、もう、はい、年に1回、こうやって、かしって、花枝を伸ばしていって、花を咲かせて、種をつける。で、タケノコなんかと違うのは、タケノコって、地下茎が突進根なんです、こう、まっすぐ進んでくる。アマモって、実は、ほふく根で、こう、超高速度撮影すると、こうやって、イモムシのように伸びていく。で、どっちに伸びていくかって、こっちに伸びていくんですね。こっちに枝分かれしていく、こうやって分枝していく。こっちじゃないんです。なんでこう一箇所植えると、そこから仕掛けが伸びて枝分かれしていくので、こう扇形にこう分岐していって成長していくというような、そういう生態を持っています。で、こういう花を咲かせて、これオーバーなんです ね糸がいっぱいこう束ねられたような花が、でこれが飛ばしていって、こういう雌花が出てきて、で雌花にこうその板みたいな、ね、お花のあれが花粉がこう引っかかって、それで受精して種をつける、こんなような2ミリぐらいの米俵型の種をつけます。で、これを集めてきて、で苗を作ったりだとか、それから種を直接まいたりだとかして増やすような、そういうことをやってるわけですね。で、
作家の江戸川乱歩賞を取った山崎陽子さんなんかも参加してるんですが、観光船とか徐行返しのような作業ですね。よう言われます。言われるんですが、中にはね、そういう、なんていうんだろう、何も忘れてピンセットで2ミリの、彼がこうやってこうやるのが好きな方っていらっしゃるんですよね。はい、私、老眼なんでちょっと苦しいんですが、まあでもそういう方々もいらっしゃって、一生懸命やってくれて、何万粒を。で、さっき言った、沖玉神社の最上の神事、こんな感じでやってます。で、やってった結果として、こうやって横浜で唯一自然海岸として残った野島というところなんですが、横浜市の海岸線総延長140キロあります。その中で自然海岸として残ったのはたったの500メートル。ひどいと思いません？ね、横浜市の人口って370万人いるんですよ。ね、500メーターを370万人で割ったら、一人当たりどのくらいになると思います？大変悲しい。0.4 ミリですか？ダークダックスのようになったのはわかんねえから、入っても入らないんですよ。ね、まあそのないのことなんですが、そういったところで植えていったら、もうやがてこうやって、まあ、黒になり、なるまで、ね、隣の海を含めて人工的にこう埋め立てなど作られた海岸でもこうやって、上から吹いていくっていうことになりました。だからこれ東京湾内横浜の海でこんな日があるんですよ。綺麗でしょ。こうやってやっていくとこういう日も現れるということなんです。で、まあ、さっき言いましたけど、木型は水はきれいにしてきたんだけど、生き物を増やすためにはやっぱり木型だとか藻場を回復させていかない限り生き物増えていかないよねということで、いうことなんですが、まあ、やってた結果、横浜でこう、ね、アオリイカが産卵してくれた。東京湾内でアオリイカの産卵が見られたのは、これが30年ぶりのことでした。でね、そういうことをやるのに、こう我々だけがやってればいいってことじゃないんで、そのたくさんの人これに巻き込みたいのねって。年間この活動をやって、だいぶ番号が増えてきたときに、ピーク時で大体年間活動参加者数が3000人ぐらいになりました。で、その後、実は大規模な青潮状態に横浜を襲われ、増えてきたものが全滅した年がありました。で、それで見えちゃいけないよねって、よく行政の事業でやると、結果できた面積がなんぼって話になるんですが、我々は行政からお金をもらって、事業化してやりながら、まあ、関係省のお金ももらったし、水産庁のお金ももらったし、で、そういう事業化していったんですが、BYC って費用対効果の話になった時に、何平米できたのっていう、そういう話になります。が、まあ、正直言うと、何平米できるかやってみないと分かんないかっていうのがあったんで、苦しかったんですが、実は画期的なことをやりました。その時に一つは、アマモというのは苗を植えるのが大体5月ぐらいなんです。そう、年度をまたがらなきゃならない。それを無理やり押し付けた。年度をまたがるものです。二つ目、行政と契約をしてやったんですが、大体行政と契約すると契約書は公と乙って書かれ方をするんですけど、それを公と公という契約書にさせました。3つ目、 BYC を何で取ったかって言ったら参加者数にしました。だからウルトラ C をいくつかこの時やったんですが、まあ、それでも結果こういうことになっていくと、これがみんなで共有されると、だん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 賛同して参加してくる人が現れたときね、八景島のシーパラダイスもアマモのことをもっと伝えなきゃいけないって言ってアマモの水槽を作ってくれました。横浜市漁協はアマモの参加者に江戸前の魚をもっと釣ってもらおうということで、活動時にこうやって江戸前の魚を振る舞うイベントをやってくれました。神奈川県の水産試験場は増えたアマモ場のところにマダイの稚魚放流をやって、東京湾が汚くなっていったときに、最初に消えたのが赤い魚、次に消えたのが青い魚、最後に残ったのが黒い魚というふうに言われています。赤い魚の代表はマダイです。青い魚の代表はサワラ。が、こういうことを続けていった結果、今では
八景島の前にイカが釣れるのは当たり前、マダイが釣れるのも当たり前になりました。ついに今年サワラがいっぱい東京に入ったんです。だって浦安沖でサワラいっぱい釣れたんですよね今年ね。すごいことですよ。1メーター越してるやつですからちゃんとサワラです。はい、サゴシじゃないです、ね、出世魚なので小さいのサゴシと言いますが、サワラがちゃんと浦安沖で釣れる、すごいですよね。でこういうのがだんだん広がっていって、こういうような、ね、磯子の湾岸の企業の人たちがみんな参加するようなイベントにもなりましたし、昔はね、企業の人たちと一緒にやるって企業の人たち嫌だったんです。っていうのは市民団体環境のことを言って、こっちで悪いことしてるのにこっちはな、こっちでやるってどうなんだとかいうような、そういう心ない人たちが市民団体の中にいまして、いいなにやってくれるんだなっていうふうにこうやればいいのにね。で企業の人たちもいっぱい参加してくれるようになっていった。で輪が広がっていくわけですよね。どうしても日本って企業って一つの村じゃないですか、ね、企業の中の文化っていうのがあって、だから3000人の人たちをもっと増やしていこうとしたら、企業の人たちも社員に参加してもらわないと増えていかないですよね。そういう人たちのネットワークが広がっていかない、で企業の人たちを増えていこう、増やしていこうってそういう努力をしていくということです。でその時に企業の人たちにお話をしたのは、いわゆる助成金というシステムはあるんですけど、お金をもらって我々が活動しても、それはそれで大事なことかもしれない、だけどお金をもらうことだけじゃなくて、社員の人たちみんな参加してもらってくださいよっていうふうにしてやってる方がより効果があるわけですよ、人数が増えてと思いません？そうすると企業の人、その家族の人で、しかもね、助成金出してる人は市民団体でね、その助成金もらったら企業の人たちに対して、どうやったらこの企業の人たちにとっていいことになるんだろうってやっぱり発想を持つべきだろうし、でお金をもらえるというその感謝をどういう形で返せるのかっていう発想も必要だろうし、逆に企業の人たちは金さえやってればいいんだろうって思ってたらとんでもない、自分たちがやらないことをお金を代償にして代わりにやってくれてるんだっていう感謝の念を持ってほしいよねって。だからお金を出す側の感謝とお金をもらう側の感謝っていうのは両方が共同していくっていうようなシステムを作っていかないと、なかなかそういう輪が広がっています。で東京湾の、流域人口大体3000万人越してるんですよ。日本の人口の4分の1の影響が東京湾に全て出てきてる。3000万人の影響が東京湾に出てきてる。だけどそれを影響というふうにして言うのか、そうではなく東京湾の面積、1850平方キロです。1850平方キロを3000万人で割ったら、1人当たり50平米ぐらいで済むんですよ。やんなきゃいけない量が。1人で1850平方キロやろうとしたら、とんでもねえって話なんですけど、だけどね、3000万人で割れば1人当たり大したことないんだとしたら、どうやったらこの3000万人に増やせるかっていう感情の輪をねっていうふうにして、その時に考えなきゃいけないのがいろんなアップトゥーユーだと思うんです。アップトゥーユーっていわゆるいろんな人じゃないですか。例えば彼はね、よく聞いてくれてる、みんな多分違う筆箱に、おそらくね、でみんな好きな音楽違う、みんな好きな歌手違う、多分多分ね、東京好きな人、いねえかな。まあ、そういうことで、みんな多様であっていいんです。だから3000万人いたら3000万通りの多様があるんです。だから3000万通りのアップトゥーユーを作っていってあげないといけない。音楽かもしれない。ね、いろんなこの道で考えていく必要があるよねっていうことだと思うんですよね。で、結果、今某党の党首になってますけど、神奈川県知事なんかもね、こういったもの上に来てくれて、当時ねで NHK の夜の7時のニュースにこれ出て、 NHK のアナウンサーこんなにたくさんの人が雨漏れてるんですかって言ったんですけど、後ろただ潮干狩りやってたでもね、アサリの卵って2週間ぐらい海中漂うんですよ。
で、アゴみたいな海藻が生えてるとトラップされやすくなるから着底しやすくなるの。持続可能に周囲割りやろうとしたらアゴを増やしかないといけないし、アゴを守らないといけないね、この人たちは。そういうのがね、だん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 こう広がっているんですね、こういう人たちにね。で、やっぱそういうふうに広げていく努力っていうのは必要ですし、からね、こうやって天皇陛下のね、お手渡しの苗も植えました。はい。本当にね、苗いただいて、ね、海の中にこうロープを張りましてね、ゴミを全部溶けて、きれいに出して、苗を植えて、みんなでこうやって手を合わせて、これが足りないでねって。だからガチャピンにもね、来て植えてもらいました。今放送局違いますけど、ね、ガチャピンはね、海に潜ってるんですよ。こうやって潜ってね、ガチャピンにも植えてもらいました。ね、すごいでしょ。絵本も作りました。ね、だから子供たちにクリスマスにアマモの種を持たせて国土交通省に政策提言に行かせました。陳情じゃないですからね、政策提言ですからね、言ってますよ。ね、小学生の政策提言で、そういうのが最後横浜で80年ぶりにこの最上の神事を復活させるということにつながっている。でこういうところまで行くと、もう氏子さんたちも含めて地域に馴染んで当たり前のことになっていったっていう感じがするじゃないですか。で今お話した通りのことなんですけど、本当にね、ふんどしでね、海の中入って雨を刈り取って口に加えて神社に奉納してやるんですが、80年ぶりの復活なんで、なるべく若い人にやってもらおうよって言ったんですよ、実行委員会で。 でもね、厚労者の人にやっぱりやってもらわないといけないっていうふうにして、まあ、でもせめてさってそのハゲと白髪とメタボはやめようぜって言ったんだけど、選ばれてみたら結果ハゲと白髪とメタボだったんですよね。だんだんこれもつながっていくと、おそらく若い人たちがこうやってくれるようなイベントに成長していくんだろうなと思います。でそれが奉納されたものが神輿のわらび手に結びつけられて町内を巡回していくという、こういう神事で、一方でこういうふうにして、漂着するような海藻なんかは、肥料にして、地域に、横浜にもまだ半農半業の漁師さんたちいるんですよ。農業やって漁業やってっていう、でそういうところでこういう海藻にこう肥料にして使ってもらった。で使ってもらったところは果樹園だったんですけど、明らかに糖度は上がったそうです、結果。で、そういうことが水産庁のガイドラインになっていき、環境省の国際的に紹介する生物多様性、日本の生物多様性という本の中にも取り上げられるようになっていったということです。それは、こう、なんていうんだろう、多くの人たちのアップという、さっき言いましたけど、いろんなことやりました。で国語算数理科社会とかく生物だとか理科だとかいう話になるんです、このことやってると。だけどそうじゃない、さっきの絵本なんかも、まあ、国語に近いところはありますし、それからカルタなんかも作った。これは小学生に読み札を大人が考えたんですが、その審査委員を小学校4年生の女の子にしたの、当時。そしたらその女の子は大人が一生懸命考えても分かんないとかつまんないとか言ったら全部考え直しになってくる。そういうのでやりました。それから音楽も作りました。それから、国際レゴの大会にアマモの移植作業があまりにも大変だったと思った子供がレゴブロックでアマモの自動移植機というのを考えて、まあ、それが実現するかどうか分かりませんが、まあでもね、まあ何でも自動でやっていくってそれもいいんですけど、やっぱりみんな大変な思いして一本一本手を動かしてやっていくから、より大変な思いするとより愛情湧くんですよね、大体ね。日本人って家の文化を持ってるので、そういうのやっぱ好きみたい で大事にしようと思うんですね。でそういうのはやっていくとですね、この三種理科社会全て体育だとかそういうね、セラピーなんかも含めて全てのそういう要素から取り組んでいけるんですよ。でそれはまあね、国が得意なやつがいれば、算数が得意なやつがいれば、生物が好きなやつがいればっていろいろでいいと思うんです。
いろいろな取り組み方を提示してあげるっていうのが重要で、だからこそたくさんの輪ができる。それを3000万通りにしていく必要があるっていうことだと思うんです。だって考えてみたら、私さかなクンの友人なんですが、さかなクン素晴らしいやつですよ。だけど世の中さかなクンがたくさんいたら気持ち悪いですよ。思いませんか。ね、そういうことだと思うんです。みんなそれぞれ違ってていい、みんなそれぞれがいい。それが生物多様性。実は生物多様性っていうのは、生物を大切にしましょうっていうことだけではなく、人間の多様性を認めましょうよってことだと思うんです。だからそっちの方がむしろ大切。まあ、そういうのがお台場で森を作るっていうところにつながっていき、何時まででしたっけ、そんな3時半ぐらいでしたっけ。そうです、終わりじゃないですか。いや、36分。あれで、こういうお台場で海苔を作っていうことになり、それにこう日本橋の佃煮屋さんがね、こうやって海苔をやってくれてるし、佃煮してくれてるし、横浜でワカメのイベントもやってます。ワカメを育てて CO2 を出しながら栄養源を海から回収しようっていう、ね、一人一株ずつみんな名札をつけながら植えてる人持って帰って食べてもらって、皆さんの胃袋で東京をきれいにしましょうねっていうのもやってる、ね。まあ、大体まあこんなことやって、それの一部を労働不足で健康被害が出ている東南アジアの産業民族にも送ってます。そうすると海外から食べ物という形で日本の、物質循環の中に入ってくる栄養源を海外にもう一回戻してあげるということにつながるわけですよね。だから、まあ、そういう循環もあり、でこういう国土交通省とに働きかけて、こういう干潟、海岸型の干潟を作ってもらったりとか、でこうやってやると生き物がやっぱ現れるわけです。子供たちもいっぱい来る。生き物をこうね、そってやるといっぱい現れてくる。出し海岸だけじゃないです、こうやってやってて現れるの。で一番嬉しいのはやっぱこういうことだと思うんですよ。生き物が現れる、でこういうのがやっぱり目指すべき姿なんだろうなと思うんです。で、こういうね、赤目を増やすっていうのがあったし、千葉県ではサンゴね、で、まあ、こうやってすごいと思いません、これ韓国の院長の干潟です。高校生の女の子は全身に泥を塗ったくってるんですよ。何やってるんですか。そしたら美容人だって言うんです。デトックスだと言うんです。本当かどうか知りません。でもいかがですか。ね、これ、ね、こういう、こう多様性ってですかね、まあ、こういうのはあってもいいんじゃないかなっていう。で、3年後にやり方を考えてみると、その時に食とやっぱつながって考え、江戸前の食事を使って、これあの築地田村の田村さんと、お手取り船の三国さんと、銀座寿司港の、ね、杉山さんとって、こう3人で一つのお弁当を作ってもらいました。江戸前の食材を使って、やっぱ食べるってことから東京湾を考えていくって大事だろうなと思うんです。ただね、この時1個原価で7000円の弁当だったんです。二度とできません、こんなこと、ね、やっぱりこうやって松茸に合うのはやっぱハモだと。これ山のものと海のものと合わせた時に初めて料理だと思うんですよ。そうやってそういう組み合わせを考えていくと、ね、これイカ、福島のイカニンチンね、こう、これは土壌ですけど、土壌に合うのはやっぱり、ね、ごぼうとかネギですよね。で、こういうふうに組み合わせを考えていたときに、まあ、アナゴですけど、それから、ね、ホンビノス、外来種ですけど、千葉県はね、これホンビノスはちゃんと千葉県の産品としてこう認められたわけですよね。でもね、ホンビノス外来種がどんどん食べたらいいんですけど、これね、こういうふうに言うと、実はホンビノスにはちょっと真珠が入ってます。クオークパールって言うんです。紫色の真珠が入ってます。って言うと、女の人たち目つきが変わるんですね。大体ね。で、そういうのの結果として、まあ、こうやってイカが増えてくる、イカが釣れるようになる。少なくなってしまいましたけど、ね、アイナメもそういうところで増えてくる。だって
さっき言いましたアマモですけど、アマモね、ドンボルンリンクって知ってます？基礎化粧品知ってます？入ってますから中にアマモの成分が、はい、色目したったね、そういうことじゃないですか。で、卵がこうやって、赤貝なんかも増えるけど、なかなか出てくるんですけど、なかなか増えてから夏を越せないっていう問題があってね、まあ、こうやって生き物はいっぱいいる話を、まあ、お時間がそろそろよろしいようなので、これ絶対あるんですよ、永遠って生き物写真、なんかここで次回のお楽しみということに、どっか講談のようですねそんな話で、雑白な話でしたけど、まあ、なんか皆さんが今後活動していく上での、ね、ヒントになったらありがたいなと思います。どうもありがとうございました。